永里ゆうきのうさぎチャンネル。どうも皆さんこんにちは、永里ゆうきです。今日はですね、祝チャンネル登録6000人突破動画をお届けいたします。皆さんありがとうございます。ということでですね、ワールドカップが始まる前ぐらいからですね、YouTube をまた再開いたしまして、動画を撮り始めてるんですけれども、思ったよりもこの分析動画がですね、反響が良くてですね、驚いております。皆さん本当にありがとうございます。見ていただいて、ちょっと一つだけ言いたいことがあるんですけど、先日スペイン対スイスの分析動画を上げたじゃないですか。そのコメント欄がですね、イングランドとナイジェリアの試合のなんか感想みたいなのがね、ダラダラってコメントされて、いや関係ないやんっていう皆さんね、確かにあの試合はですね、ジェームスがね、レッドカードで一発退場でね、コメントしたくなるようなね、確かに試合だったんですけれども、その分析度を上げなくてすみません。ただですね、私はですね、スペイン対スイスの分析を上げたので、それについてのコメントが欲しかったです。以上全然動画に関係ないことをコメントしただけで全然構いません、本当に。で、その見てる方たちでね、盛り上がってくださればもちろん、それはね、それに越したことはないので、コメント欄がそのサッカー談義でこうなんかね、盛り上がってそれに花が咲くみたいな感じになると、私個人的には嬉しいでございます。はい、そもそものこのね、YouTube なんですけれども、毎週水曜日5時に何かしら動画をアップするっていう目標を掲げてこの度再開したんですけれども、その動画よりもですね、ワールドカップ特集でかなりこうランダムに上げてる動画の方が再生率が伸びてるっていう状態なんで、1個前の動画でね、ちょっとふざけた動画上げたんですけど、その再生回数伸びないんですよね皆さんぜひちょっとチェックしてみてください。これから決勝トーナメントもね、ベスト8に入っていくので、これからも分析映像ちょっとね、ちゃんとアップしていこうかなっていうふうに思ってるんですけど、私が試合分析するポイントとしては、試合を見ながらですね、特に現象と傾向について分析してます。で、その現象が起きてるのが、それが再現性があるものなのかそうではないのか、偶然によって起きてるものなのかっていうところの視点から入っていって、こういうプレーをする傾向にあるなっていう、それは個人としてもそうですし、そのチームとしてもグループとしても、ここのコンビネーションは、こういう傾向があるなっていう視点で分析をしていってます。もう一つは、その選択したアクションにその目的と意思があるかどうかですね。それがあるかどうかでまただいぶ変わってくるので、先のことをイメージしているかどうかもそうですし、それを味方とちゃんと共有できているかどうかっていうところもそうですし、やっぱりそのサッカーっていうのはゴールを決める、ゴールを守るっていうね、その目的に沿ってプレーしてるゲームなので、そこから逆算して、どういう、意図を持って、どういう目的を持ってプレーしてるんだろうっていうところが、分かってくると、よりサッカーっていうのは楽しめるようになっていきます。で、もう一つ見てるポイントとしては、そのミスの仕方ですね。で、ミスが多い選手と、そうでない選手っていうのは結構分かれて、やっぱり同じようなミスを繰り返す選手っていうのは、やっぱり試合の中で1人か2人はいるもんなんですよ、どのチームも。で、もうコンスタントの同じミスを繰り返す選手っていうのは、そこはもう本当にウィークポイントになります、チームとしての。で、それが技術的なミスなのか、ポジショニングによるミスなのか、それとも判断のミスなのか、あとはそうですね、味方との連携、不足からのミスなのか、あるいはその共通認識のズレから来るミスなのか、いろいろあるんですけれども、そのミスを、どういうミスが起こってるか、その選手のミスの仕方ですよね。だ、そこっていうのが結構見るポイントとしては重要で、ミスの少ない選手だったり、そのミスの仕方ですよね。その単純なパスを通すとか、そういったミスをする選手っていうのがやっぱちょっとレベルが落ちるっていうのはあれですけど、もう少しそのレベルを上げていけるよねっていう感じですし、判断はすごく素晴らしい判断をしてるけど、それを実行できる技術のところでミスってしまったっていうのは、これはかなりポジティブなミスです。だから、そういったなんかミスですよね。なんとなくボールを蹴ってそれがミスになったとかいう、レベルのミスをしてる選手はまだまだだと思ってます、私の中で。なので、そういう狙いを持って、意図を持ってやったプレーが結果的にミスになってしまったっていう、そういうミスが多いチームっていうか、そういうミスをするチームっていうのは、レベルの高いチームです。はい、そんな感じで私は試合を分析してます。はい、それともう一つですね、スペースの認知能力ですね。その味方のスペース、相手のスペース、そのスペースをちゃんと認知してプレーできているかどうかっていうところですね。それはゲームの流れもそうですし、相手の傾向、
味方との兼ね合い、すべてをこう完備した上でスペースをしっかりと把握して認知して適切なところにアクションするだとか、適切な位置にポジショニングを取るだとか、そういった全体的な視点でも、試合を見てます。まあ、試合中はですね、まあ、こんな感じでメモを取りながら試合を見てもらいます。はい、メモが少ない時もありますからね、だいぶ、はい、日本対コスタリカ戦もやったんですけど、これ分析しなかったですね。はい、まあ、はい、こんな感じでメモを取りながら試合見てます。大きいテレビで見るとなんか集中力が途切れるので、わりかし私いつも iPad で見るんですね。小さい画面の方がなんか集中できるっていうか、家に大きいテレビあるんですけど、なんかそれで見るとちょっと集中力が散漫になっちゃうというか、楽しむ目的で見るのはいいんですけれども、なんか集中して分析してみるって時は、私はとにかく iPad サイズが適してるって思ってるので、私は iPad で試合を見てます、基本的には。でパソコンで見てもいいんですけど、パソコンのサイズだとちょっと大きいんですよね。ちょっとなので、試合を分析したいと思う方はちょっとね、iPad サイズで試してみるといいかもしれません。はい、はい、まあ、そんな感じでね、今回ですね、祝チャンネル登録6000人達成ということで、この動画をお届けしております。まあね、地道にこの YouTube チャンネル実は2009年から始めてるんですよ。意外でしょ、これ意外。多分一番古株だと思いますよ、サッカー界で。どうなら分かんないけど、ね、ちょこ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 な動画を更新しながらですね、チャンネル登録数もね、徐々に、まあ、増えてきてるんですよ。なのでですね、ちょっとね、まあ、1万人達成をね、ここまで来たらちょっと目標にしたいなっていうのがありまして、で1万人達成したらプレゼント企画をやろうと思います。はい、これはですね、まあ、いつ達成できるかどうかわからないんですけれども、とにかくプレゼント企画あります。なので皆さんに私のプレゼン、スパイクだったりユニフォームだったり、まあ、その他何かね、ディアドラのグッズだったり、何かしらのプレゼント企画をやるので、皆さんぜひ拡散、いいねボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。そんな皆さんにプレゼントが当たる企画をやるんです。なのでよろしくお願いしますよ。はい、ということでですね、部屋もちょっとリノベーションというか、着々とね、部屋らしくなってきております。このスタジオの変化もですね、皆さんにお届けできるようにですね、日々着々と部屋も改築していっておりますので、その辺もお楽しみにということで、改めて皆さん、このチャンネルを見てくださってる皆さんのおかげで、私はですね、日々楽しい日々を過ごせております。動画を撮るモチベーションもかなり上がっております。ですので、引き続きこの長里ゆうきのうさぎチャンネル、今後ともごひいきによろしくお願いいたします。ではまた。